結局やっぱ番手狙いが一番分かりやすいんだよね。ってなればやっぱここは、いや変なことすんなって、ここはもう普通に4の1313と、まあ、これはもう2番厳しいんでね。となればさすがにいけるでしょ。 OKOK、 さすがに大丈夫でしょこれは、まあ、6も厳しいんでね、だいぶ。よし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 。いや3番3番え、いや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 、どこで足使った。ここはもう2の先行一射みたいなもんなんで。いや5番来てるよ。いや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 、まくれないじゃん。だってそれやられたらもう4射だもんだって、短期って。いや厳しいな。やっぱ展開向かないと当たんないんでね。こういう時どうなんすかね、皆さんは2通り買うのか買わないのか。今回だったらもう2の逃げしか自分買ってないんで、もう絶対当たらないんですけど、まあでも点数増えちゃうんでね、こっちの5の逃げとか買っちゃうと。いやーさすがにこれは当たんないっすね。うん、まあしょうがないっすこれは。まあ、ここはもう松浦選手がね、位置取りできるんじゃないかと。でそうすればもうここは1球で、まあ、あとは3着何来るかって感じで。 OKOKOK、 いやだいぶいいでしょ展開は。いや OKOK、 あとまくるだけよ、まくるだけ。スピード上げてって、まくってって、まくってって。いや、なんやねんその横は。松浦なんか落ちてないかこれ。いや脇本突っ張り、いやもうこれもね完全に無理なんで、軍事が多分これはダメっすね。いやきついな。やっぱ競輪って結局展開みたいなとこあるんで、なかなかね展開向かないと当たるもんも当たんないし、まあ、とは言いつつ展開向いても、まあ、結局抜け目でみたいなとこ多いっすけど、いやこれきついな。これどうなんすかね、やっぱ麻酔から変えてる人はうまいんすかね結局。いやー全然考えてなかった。次か。これミッドナイトあるあるだと思うんすけど、なんか本線逃げて一本棒みたいな、もうまくれないじゃんっていうね。これはもうどういう気持ちでレースしてるんだっていう話ですよね。そりゃ無理じゃんそんな。無理だわ。いや5番突っ込んでこれんかこれ。いやコースないわ。うわ4邪魔すんなって。結局これよ。いいんじゃないのこれは。展開はねいいんで、あとはもうよくある牽制めっちゃして結局まくれないみたいなのがあれですけど、いや行くんだ。いや早いな。いや145145
オッケー。まあ、ここね、4番は差し出しないんで、いいよ、それで。大丈夫でしょう。いらんよ、3は。オッケー、内行け。1号2。ないか、これ。突っ込んで。攻めて1号。まあ、ここは突っ張りでしょうと。大丈夫よね。オッケー。いやー、変なことすんなよ。これね、中段やり合ってくれれば。いや、これはでかい。いいよ、ペースゆっくりでいいよ。全然来ないから。いや、早いんじゃないの、それ。いや、全く来てないって。いや、持つの、これ。大丈夫。全然仕掛けてないんでね。いいよ、車間開けて。全然いけるでしょ。まだいけ、全然。は？いや。まだ2番いけるやん。お前、そうやってさ。どう考えても早いじゃん。ここはもうマクルの逃げ予想で。いいよ、中段やり合って。いや、5番には絡むなよ。オッケー。5番選手一応軸にしてるんでね。オッケー。さすがに7させるでしょ、これは。野田源ちょっと早ないそれ。いや、大丈夫。5突っ込んでこい。いや、そこ行かないと。せめて、3連複。あぶねえ。まあ、ここはね、やっぱ6が逃げれば、7は中段取れると。4番の羽生選手はね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、逃げるか、逃げないなら最高峰で何もしないっていう。で、最終的に自分だけみたいなとこあるんで。ってなればね、ここ7は余裕でしょう。いや、いけるでしょう。いや。うわ、マジか。いや、きついわ、それは。いや、これは結構いけると思った。